昔々、竹取の翁というおじいさんがおりました。おじいさんがいつものように竹を取りに行くと、根元が光る竹が1本、いや2本、3、4、5、6、100本の竹が光っていたのです。かぐや姫ガチャ、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 かぐわしい犬、かぐや姫ガチャ、かぐや姫ガチャ、かぐわしい犬、かぐや姫ガチャ、かぐや姫ガチャ、かぐわしい犬、かぐわしい犬、かぐわしい犬、かぐや姫ガチャ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 、金色のかぐわしい犬。